大型の優しさが不器用すぎた。バラトにて大型は入れ墨人皮を手に入れるため、土方や用心棒相手に大立ち回り、目的のものをゲットし、この表情。ですが、この直前のシーン見てください。大型が日泥親分を殺すシーンです。ここ、おかしくない？というのも、大型はここで、てめえみたいな育児のない奴が一番ムカつくんだ、と語っています。でも、大型が殺したのって、ムカついた新平ではなく、親分なんです。少し整理してみましょう。新平は毒親の子です。そして、大型も毒親の両親、いましたね。ちょっと似てるんです。ですが、この二人、明確に違います。新平は父親に対し、自分の力でお前より成り上がってやる、と短歌を切りますが、親殺しなど毛頭ない。逆に大型は親殺しをし、鶴見中尉や奥田閣下の力で父親と同じ椅子に座ろうとしていました。そう考えると大型、新平が眩しかったんじゃないでしょうか。つまり大型、新平を助けたんです。